連合会議は1781年3月1日から1789年3月4日までのアメリカ合衆国の政体である。アメリカ13植民地格法議会によって指名された大議員により構成された。アメリカ独立戦争の意思決定主体として機能してきた大陸会議が提案した連合規約の批准完了に伴い第二次大陸会議を 直接引き継ぎ、大議員もそのまま連合会議の大議員となった。連合会議はアメリカ独立戦争の最終局面で開始された。戦争自体は1781年10月のヨークタウンにおけるイギリス軍の降伏でほぼ終わりを告げた。イギリス軍が未だニューヨークの占領を続けている一方で連合会議の指名でパリに送ったアメリカの代表団が 急戦協定の交渉を行った。七百八十三年、パリ条約が締結され、独立戦争は終わった。イギリス軍という外部の脅威は去ったが、連合会議の国内統率力がまだ弱く、会議の定速数を集めることすら困難な状態が続いた。連合会議は、連合規約の批准によって作られたものであるが、連合規約の批准に三年以上の月日を要し、 その間に各方の独立国家としての定裁が整えられてきたため連合会議の権威は低下していた。それにもかかわらず連合会議は重要な法案を次々と定めていくことになった。この時期の重要法案としては1787年の北西領土の奇数を決める条例があった。連合会議が多くの問題を抱え、 そのあり方や進め方に疑問が提されるようになり、連合規約の改定のための会議が1787年に召集された。この会議は途中で性格を変え、連合規約の代わりに憲法を制定するものになった。憲法制定会議はアメリカ合衆国憲法の草案を提出し、連合会議が各法の批准のためにこれを送り、1788年6月に、 連合規約の規定で必要とされた旧国の批准を得て憲法が成立した。1788年9月12日、連合会議はアメリカ合衆国最初の大統領選挙の選挙人を選ぶ日を1789年1月7日に、選挙人が大統領候補に投票する日を2月4日と定めた。アメリカ合衆国憲法については、 1789年3月4日より、効力を発するものとした。連合会議は、その他の日程を定め、なお1ヶ月その役割を続けた。1788年10月10日が、最後の定則数に達した開催日となった。1789年、新憲法の下で、第1回アメリカ合衆国議会が開催され、連合会議はその役割を終えた。 大陸会議の時は議長はプレジデントと呼ばれた。連合会議になると連合会議における合衆国のプレジデントとなった。これはしばしば短く合衆国のプレジデントとなり、ワシントンがついたアメリカ合衆国大統領と同じ故障である。このことで初代大統領は誰かという議論が提起されたことがある。ありがとうございます。